サラキアは、日本の競争場、繁殖品場。主な価値倉は2020年の府中品場ステークス。2015年2月5日、北海道阿比町のノーザンファームで誕生。一口場主法人、シルクホースクラブから総額6000万円で募集され、ノーザンファーム早北の丘急車で育成された。丘急舎育成場の同世代には、同じく、 シルクレーシングの所有場で2018年の品場参冠など、GI 競争を急勝し2度の JRA 少年度代表場に選出されたアーモンドアイがいるが、2頭の騎乗調教を担当した岡正春旧社長は、あの世代の育成場ではアーモンドアイよりも高い評価をしていたのがサラキアでした。順地を始めた頃は、はみをつけるのを嫌がったり、 カットしやすい性格をしていましたが、コースに出てみると、ディープインパクトサンクラシー、キレのある動きを見せていましたとしている。馬名の由来は、ローマ神話の海水の女神、サラアキアより、ゲート試験の合格に時間がかかり、さらに2回の抽選に漏れたためにデビューが遅れ、3歳となった2018年1月21日中京の新馬戦で初出走。レースでは、 単勝オッズ1.6倍の一番人気に支持され、スタートで出遅れながらも、先行集団につけると、直線で前を差し切り優勝した。その後は、大賀賞への出走を目標に調整されていたが、前哨戦のチューリップ賞では出遅れが響いて4着に、敗れ、大賀賞への優先出走権を逃す。その後はオークスを目指して、フローラステークスに出走したが、 ここでも出遅れから不利を受けて後方からの競馬となり4着に敗退、再び GI への優先出走権を逃すこととなった。フローラステークスの後は5月のオープン戦2着を挟み、8月の条件戦で出遅れながらも、レコードタイムでの2勝目を挙げる。そして、週刊賞を目指し、ローズステークスに出走。2番人気に押されたレースでは、 中段追走から直線で追い上げて2着に入り、週華賞への優先出走権を獲得した。迎えた、週華賞では、頻馬3冠を目指すアーモンドアイが、単勝1番以の圧倒的支持を受ける中、4番人気で、出走。安城の池添健一が、ゲートは、今までで一番出てくれたと評したスタートから1、2コーナーで中段につけると、直線でも伸びを見せ、 アーモンドアイに0.5秒差の4着となった。年明け初戦は、京都金杯に出走したが、直線で前が詰まって7着に敗退。続く、阪神品バステークスも10着に敗れる。自走のエプソムカップでは意図せずコースタートから逃げる。展開となりエンだの2着に粘り込む走りを見せたが、その後は関や記念5着、リステッド競争3着と構想を続けるも勝ちきれず。 週刊賞以来の GI となったエリザベス女王杯で6着となりこの年を終える。この年は愛知杯から始動したが9着、福島ヒン馬ステイクスでは5着、2年連続の出走となったエプソムカップでは13着と敗戦が続いた。所属するシルクホースクラブの引退期限である6歳3月末が迫る中、勝ち星を挙げられずにいたが三歳児の条件戦以来の コンビとなる北村智和を安城に迎えての出走となった8月30日の小倉日経オープンで勝利し、その条件戦以来2年振りの3勝目を挙げる。続いて10月17日の府中品馬ステークスに出走。発等中7番人気と人気は集めなかったが、重馬場で行われたレースでは、後方追走から直線で外に持ち出し、2着、シャドウディーバに3馬審査をつけて優勝。 五歳秋にして、重傷初制覇を達成した。また、このレースの一週前には同じく、東京芝千八百メートルで開催された毎日、王冠で、本場の判定である、サリオスが優勝しており、二週連続で指定による、重傷制覇となった。その後は、府中品バステイクス優勝により優先出走権を得た11月15日のエリザベス城を杯に出走。 5番人気に押される。前走と同じく後方から競馬を進め、直線ではメンバー最速となる上がり3ハロン33秒7の末足で前を追い、先に抜け出していた1番人気ラッキーライラックに首差の2着と構想を見せる。管理調教師の池添学は、金奏は本当に充実している。今日は勝ち馬が強かったとコメントした。次走は引退レースとして、 12月27日の有馬記念を選択。3戦連続でコンビを組んできた北村は、春秋グランプリ制覇を目指すクロノジェネシスに起場するため、新たに松山公平を安城に迎えての出走となった。本レースでは、クロノジェネシスのほかフィエールマン、カレン・ブーケドール、ラッキー・ライラックなどが人気を集め、本場は単勝オッズ74.9倍の11番人気に、 止まった。しかしレースでは、金層同様の後方待機の競馬を選択すると、直線では、外から前走と同じく上がり、最速の末足で先行馬を追い上げ、最後は、クロノジェネシスに、首様で迫る2着で入選。有馬記念史上初の牝馬のワンツーフィニッシュとなった。レース後、安城の松山は、このメンバー相手に力を見せてくれたし、 最後は、いい足を使ってくれたけど、2着は、悔しいですとコメント。調教師の池添えは、惜しかったけど、これだけの相手に強い競馬をしてくれたと述べた。この有馬記念2着は119ポンドと評価され、JPN サラブレッドランキングでは4歳以上、芝の7位体、またワールドベストレースホースランキングにおいては、サリオスなどと並んで、世界57位体となっている。 6歳となった翌年、2021年1月4日付で競争場登録を抹消。引退後は、ノーザンファームで繁殖品場となる。通算成績204勝、獲得賞金は3億5068万7千円となったが、そのうち約7割に相当する2億4391万千円を競争生活最後の半年の4000で稼ぎ出した。以下の内容は、 netkeiba.com の情報に基づくありがとうございます。